ブロチゾラムは、知恵のトリアゾロジアゼピン系の睡眠導入剤、麻酔前投与薬の一種。短時間作用型。商品名レンドルミン、他で販売される。連用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。日本でも、乱用症例から、リスクの高い薬剤に同定されている。抗生死薬に関する条約のスケジュール法に、指定され、 日本では麻薬及び、抗精神薬取締法の、第三種無機精新薬に、薬器法の習慣性薬品に指定されている。作酸、ジクロロメタンに溶けやすく、ジエチルエーテル、水に溶けにくい。1976年に、武田薬品工業の T 西山が率いるチームによって、開発された。1985年に、ベイリンガー・インゲルハイムが、 レンドルミンの商品名でドイツで発売して以来世界約20カ国で販売されている。イギリス、アメリカ、カナダの3国についてはベーリンガー・インゲルハイムから過去を含めてレンドルミンが発売されたことはない。その理由に安全性面の懸念があったとの情報はない。日本では1988年より日本ベーリンガー・インゲルハイムより発売され2002年には 高校内崩壊場のレンドルミン D 以上が販売されている。ブロッチゾラム0 2 5ラム上、沢井錠剤、高校内崩壊場ともに0 2 5ラムがある。先発品がレンドルミンで後発医薬品として、かつては製品名グッドミンやゼストロミンその他で販売されていた。現在は日本ジェネリックや調整動製薬、手羽製薬など各社とも 成分名で発売されており、それぞれ、ブロチゾラム状、JG、ブロチゾラム状、CH、ブロチゾラム状、テバの名称となっている。高齢者の投与については、少量から投与を開始するなど慎重に投与する。主な副作用は、残眠り感、眠気、ふらつき、頭重感、だるさ、めまい、頭痛、倦怠感などである。日本では2017年3月に、 重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。キー反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。 医薬品医療機器総合機構からは必要性を考え万全とした長期使用を避ける容量遵守と類似薬の重複の確認また慎重に少しずつ減量する胸の医薬品適正使用のお願いが出されている調査結果には日本の診療ガイドライン5つ日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている次の患者には投与しないことを原則とするが 特に必要とする場合には慎重に投与する。ブロチゾラムは乱用の可能性がある。薬物乱用とは、高揚感を得るために薬物を摂取したり、医師の指示に反して、長期間摂取を続けることである。広くは広がらなかったが、ブロチゾラムの乱用は、香港で1980から1990年に、問題になった。香港でのベンゾジアゼピン乱用を防ぐため、 政府の薬物毒物委員会はベンゾジアゼピンを危険な薬物として1990年10月に指定した。通常の処方箋とは別に供給と流通について詳細な記録をつけることが求められる。これらの規制は、はじめは主に乱用されていたベンゾジアゼピンのブロチゾラム、トリアゾラム、フルニトラゼパムのみに適用された。 このベンゾジアゼピン仕様に関する規制変更による影響は1990年から1993年までのベンゾジアゼピンの販売パターンを分析することによって研究されている。1991年にはトリアゾラムとフルニトラゼパムの売上は落下したが、規制外の5つのベンゾジアゼピンについては増加した。とりわけニメタゼパムを用いた人身売買や乱用。 テマゼパムの乱用が同じ年の1991年に問題になっていた。当初はブロチゾラム、トリアゾラム、フルニトラゼパムのみに適用された規制について1992年1月、現在はすべてのベンゾジアゼピンを対象として拡張された。ベンゾジアゼピンの適切な処方と供給調剤の詳細記録を必要とする規制は香港では少なくとも 部分的に乱用を改善しているように見える。テマゼパム、ニメタゼパム、トリアゾラム、ブロチゾラムにはまだ問題があるが主要なものではない。ブロチゾラムは日本でも乱用症例から乱用リスクの高い薬剤に同定されている。ありがとうございます。